嵐は日本の男性アイドルグループ、ジャニーズ事務所所属。レコード会社は J ストーム。1999年9月15日にハーイ州ホノルル沖のクルーズ客船にてデビュー記者会見を行い結成。同年11月3日にポニーキャニオンより CD デビュー。2009年に NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、 2010年から2014年までは全員で2016年から2019年まではメンバー個人で白組司会を務めている。2020年12月31日をもって活動休止に入った。世界中に嵐を巻き起こすという意味のほか、50音で最初の A、アルファベットでも最初の A で始まることから頂点に立つという意味も込めて嵐と命名された。 ジャケット写真、公式サイト及び SNS 等での表記は、アルファベットで、嵐となっている。1999年の夏前から松本、二宮、桜井は、レコーディングや振り付けを行っていたが、CD デビューすることは知らされていなかった。大野はそれまでに二度、事務所に G を伝えており、レコーディングは、手伝ってほしいと言われて参加、ハワイへ行くのは、 手伝いのご褒美だと思い込んでいた。桜井は当時、嵐を一時的な活動グループと考えており、また海外留学を検討していたため、1999年、バレーボールワールドカップのイメージキャラクターとしての仕事が終われば、嵐は解散すると思い加入を引き受けたという。相葉は渡航3日前になって、当時社長のジャニー北川から、言う、you, パスポート持ってる の質問にありますと答えたところ、一緒にハワイに行こうと言われ、何も知らずに行ったら自分も嵐になっていたとのこと。アイバイ外イのメンバーはデビュー曲 a r a 氏の他に夢はそうそうリーチアウトフォー o イドリームという曲のレコーディングも行っていたがお蔵入りになった。2017年6月、大野が他のメンバー4人全員を集め自分の嵐としての活動を終え、 自由な生活をしたいという意向を表明。以来、メンバー全員、個別、事務所などを交えて何度も話し合いを重ねた結果、嵐としての活動を休止するという結論に至った。2019年1月27日17時に、公式サイトに投稿した動画で初めてこの事実が明らかになり、同日夜20時からメンバー5人全員で記者会見を開いた。会見では、 五人でなければ嵐じゃないという言葉が繰り返され解散を一切否定。活動休止までの約2年は感謝の思いを伝えてゆく期間であると述べた。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、2020年に予定していた多くの活動が中止となったが、休止する期限は何年もかけて決めた相当な覚悟を持っての決断であったため、 期限の延長というような判断には至らず、当初の発表通り2020年12月31日をもって活動を休止した。桜井は2019年1月28日のニュースゼロで復活はあると発言している。グループの冠無理番組については、VS 嵐は相場が続投し、VS 魂に嵐に仕上がれは桜井が続投し、1億3000万人の小チャンネルに、 2017年以降毎年1月3日の16時15分から18時に放送されている嵐壺は二宮が続投し二宮家に番組名を改題しそれぞれ同じ時間枠で継続その他の個人のレギュラー番組についても継続されている松本は個人のレギュラー番組はないが映画主演と2023年の大河ドラマ どうする家康の主演など役者としての仕事が決まっている。大野は当初の発表通り2021年より芸能活動を休止している。メンバーカラー、美行を除き、ジャニーズ事務所公式サイトのプロフィールをもとに記述。第22回、第23回、第24回、第25回、第26回、第27回、第28回。 第29回第30回第31回第32回。第33回第34回第35回。第41回第42回第43回。第44回第45回第46回。第47回第48回第49回。第50回第52回第53回第30回。第59回第61回第65回第66回。 第67回第72回第73回、第77回第80回第81回第84回、第85回第89回第95回、シングルアルバム映像作品その他 CD は、突起がない限り 12CMCD を表す。CD シングル、ARA 誌から、時代までは、ポニーキャニオンから発売。デジタルシングル着歌フル限定配信曲。 オリジナルアルバム、嵐ナンバーワン嵐は嵐を呼ぶのみ、ポニーキャニオンから発売。ベストアルバムデジタル EP ジャスラック公式サイト上の作品データベース検索サービスでの登録内容を元に記述。VHSCDDVD コンサート関連、すっぴん嵐のみ、ポニーキャニオンから発売。ビデオクリップ関連レギュラー番組特別番組。 ドラマアニメ音楽番組ドキュメンタリー番組2010年から2014年までは全員2016年は相場、2017年は二宮2018年と2019年は桜井が白組司会を務めた北京首都国際空港で嵐ハワイ JET ありがとうございます